ショータイム。ショータイム。二等兵の友人屋です。T 隊長です。隊長でございます。はい、今日はこちらですね、うん。カーシー博士のセルフヘルプ術。はい、で、ずっと最近愛称編をやってるんですけども、うんうんうん、コメントでもですね、うん、ENFP が見たいですと、うんうんうん。この言葉が嬉しくて。うんうん、リクエストこんなことやってて意味があるのかとか思いながら日々不安な日々を過ごしておりましたが、いたと、見たいとコメントくれた方がいると思ってですね、とても嬉しく思っております。今日はこのいただいたですね ENFP ですね、ENFP と対になっているのは ISTJ、 ISTJ、 ENFP がジャーナリスト、で ISTJ が重役っていう風になってますけども、ENFP、はい、NF だからアポロンですね、アポロン理想主義者、でこの ENFP は活発に物事を伝えることのできる使者であると、活発に物事を伝えることのできる使者、ジャーナリストね、この生き生きとした熱意の下には、人生の意味をどこまででも追求する人間、INFP 型の修道士に似た精神があると、まあ E と I が違うだけですもんね、外交か内交か、そうですね、はい、しかし ENFP は十字軍で戦うことも瞑想することもないと、あるいはそうしたことは長続きしない、どうでしょうかと、ENFP 型は何にでも首を突っ込み、元気よくまるで犬か何かのように、新しいものはないかと、匂いを嗅ぎ回ると、あらゆるものに通じていなければ気が済まず、どんなことでも取り残されることが我慢できない。だからこのタイプは素晴らしいレポーターやニュースキャスター、ジャーナリストになるのだと、まさに神々の使者マーキュリーであると、でこんな元気が良くて陽気でそれでいて妙に真面目な人間に相性の良い人とは誰だろうかと、それはもちろんヘラクレスの柱、転じて頼もしい人である ISTJ 型の重役であると、エピメテウスですね、伝統主義者、ISTJ 型は物事を順序正しく、予算通りに、そして確実に行うことができると、元来物事を堅実にして、契約を尊重し、安全な道を確保して、整然とさせることが好きなので、活発に動き回る ENFP 型が頼りにする安全な港になれると、新しいもの新しいものってやっても、帰ってくればちゃんとしてる、この他に好奇心あふれるこのジャーリスト型を引きつけるのは意外にも抽象的な科学者である INTJ であると、NT、プロメテウスですね、戦略家、仮説という抽象的な世界で迷子になった時、 INTJ 型は現実世界で何が起こっているのかをよく知っている人間を頼りにする、ああなるほど、その時にジャーナリストが役に立つと、果たしてこの ENFP 型と INTJ 型の組み合わせではどちらがどちらの支えになっているのか、またそれがどっちがいいのかっていうのは、神のみぞ知るところであると締め方がかっこいいですよ、なんていうのがこのジャーナリストのところ ENFP のところに書かれていたことなんですけども、ISTJ 型、重役のところを見ると、ちなみに ENFP 型ジャーナリストは頼りになる安全な港を求めるとあって、ISTJ 型は重役、快活で陽気な人を求めるとあります。万全の保障、準備万端、強化統合の模範のような ISTJ 型は人に信頼されたいという強い願望がある、経理や銀行業、証券などに関心と熱意を持っている。もし ISTJ 型同士が結婚すれば、この2本のヘラクレスの柱は、お互いの断固とした性格を
断固として押さえつけようとするだろうと、うん、この種の関係はあまりうまくいかない、うん、ちょっとよくわかる、この同じタイプ同士、うんうん、多分なんか理想主義同士だとまたその理想が食い違っていると折らないわけですもんね、うんうんうん、そこはそうじゃないでしょ、はい、相手の柱を折りにかかる、はい、という場合は多分私みたいな、うんうん、簡単に折る人はいいんでしょうけども、うん、また私のこの ESFJ 同士だと、うん、お互い喋りたいじゃんって、うん、この ISTJ 型、うん、むしろ正反対タイプのエンターティナー ESFP の持つ元気の良さ、うんうん、快活的なところを魅力的だと感じるはずだと、うん、この ISTJ 型は究極の節約家だが、うん、この究極の浪費家、まあ、エンターテイナーの浪費家の部分に魅了され、うんうん、しばしば結婚する、うん、これこそお互いを補い合う、うん、いい関係であると損してる気がしますよね。旗から見るとそうですねこう契約してるのを浪費されるんですよね、はい、でもまあそうですね、どう思うかですね、その ISTJ 型が、うん、また ISTJ 型は直感の面で反対のタイプの ENFP 型、うん、ジャーナリストに自分を補う、うん、半身を半分の体、うん、要はシャドウの部分を見つけることもあると、うん、ISTJ 型は ESFP のショーを見せたいという願望と同じように、うん、ENFP 型の言葉を広めたいっていう願望に対しても感じるところがある、うん、明らかにどちらのタイプにも真面目で慎重な ISTJ 型を楽しませるような快活さ、うんうん、陽気さが見られるとあります、うんうん、やっぱりなんか反対な側面があるに惹かれる。あとはこの N、うん、直感か、うん、感覚かなのか、うん、T か F か、うん、思考か感情かの、うん、要はそのユングでいうところの弱い部分、自分が欠点だとより思ってるところに惹かれるんでしょうかね。そういうのはあるんじゃないかなとは思いますよね。私はその明らかにシンキングの人間じゃないので、あの直感の面にはまだ気づいてないところはあって、ただこのシンキングが足りない、俺はバカだって思ってる節は多分にあり、シンキングな人たちにとても憧れを感じ、多分自分のパートナーとはそこが違っていると思っている、シンキングがある、ある。あとまあ内向外向も違うんですけど、多分まあ内向外向もでいうと僕は外向に憧れますもんね。ああ、なるほど。またその辺の話は別の動画でしたいと思います。はい、はい、というところで彦さんコメントありがとうございました、はい、ありがとうございました。こんなのでよろしければ、はい、どんどん何か他にもあれば、はい、エニアグラムのタイプなんですかね、うん、みたいなのがあれば、うん、また聞いてくださいと思ってます、うんうん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。